ビバイ湖ビバイダムは、北海道ビバイ市ビバイ地崎、夕張山系ビバイ山にその源を有する一級、河川、石狩川、水系ビバイ川の上流に建設されたダムである。北海道建設部が管理する補助多目的ダムであり、北海道が初めて完成させた多目的ダム事業でもある。堤高35.5メートルの重力式、コンクリートダム。 美バ川側の治水を図る他美バ市の水亀となっている。ダム湖は美バ湖と呼ばれ、1987年に市民公募で命名された。1966年8月に発生した洪水で美バ市街を中心に死者2名を含む甚大な被害を受けたことから、中小河川改修計画の見直しを行うこととなった。これにより、計画降水流量の改定を含む、 抜本的な治水計画の検討がなされ、その中において治水ダム計画が位置づけられる。また、地域の主要産業である石炭需要の急激な減少に対し、産業構造の転換を迫られていたことから、市内茶市内地区から内江町にわたる地域において、工業地帯の整備及び企業誘致を計画することとなり、大規模な工業用水の確保が必要となったこと、 さらに市街化整備に伴う、浄水道水利用の増加により、浄水の確保が必要となったことから、新たな水利確保が急務となった。以上のことから、美梅川の上流において、治水及び離水を目的に、北海道所管の多目的ダム事業として、美梅川総合開発事業、美梅ダム建設計画を策定するに至り、1969年の、 事業着手から約13年の年月を経て、1982年に完成した。洪水調節、工業用水及び、浄水道用水の確保を目的として建設された。2000年から2004年にかけ、クレストゲートによる洪水放流方式から、腰流石による自然調節方式へ、洪水調節方式を変更する、ビバイダム再開発事業工事を実施した。 なお、管理施設であるが、平成16年度で、札幌土木原業所ビバイ総合ダム事務所は閉鎖され、現在は、同岩見沢出張所で、管理されている。市外からダムに至るまでの間には、炭鉱跡地が立ち並ぶほか、アルテピアッツァビバイや、炭鉱メモリアル森林公園等の観光施設がある。ダムサイト周辺は、公園整備されており、例年7月下旬に、 ビバイ祭りが開催されている。源流のあるビバイ山は登山道が整備されており、山頂から石狩平野や夕張山地などを眺望できる。なお、ビバイ川登山道は現在北海道道135号ビバイフラノ線の工事中であり、個人での入山は禁止されている。ありがとうございます。